日本九州地方熊本県熊本市西区西区は熊本市を構成する5区の行政区の一つである。平成24年4月1日に熊本市が政令指定都市に移行した際に設置された。熊本市の西部に位置し、以前の町村では池田村、花園村、島崎村、横手村、春日村、小町村、白坪村、公共村、池上村、城山村、 松尾村、小島町、中島村、河内町の14町村にあたる。北区、中央区、南区のほか、玉名市、玉東町と隣接し、会場を隔てて、長崎県島原市とも接する。区の北部は、金峰山などの山があり、その南側を伊勢木川、つぼい川、白川が流れる。会場には、人工島の熊本港を有する。区名検討中の箇所は、 ビークで2010年9月に実施されたク名イアンの募集では多いものから順に西区、上西区、有明区、金峰区、熊西区、港区、熊本西区、春日区、肥後西区、最上区という結果であった。熊本市の行政区画審議会がこれをもとに西区、上西区、肥後西区、有明区、金峰区を候補として選定。 2010年12月に改めてこのご案による移行調査を行ったところ西区が第一位で55.3%を占め、審議会での議論の上2011年1月に区名を西区として市長に答申した。翌月に熊本市の方針としてこれに決定され、2011年12月に熊本市議会において市条例として正式決定された。 熊本地方合同庁舎 A 旨入居官所。熊本地方合同庁舎 B 旨入居官所。ありがとうございます。